HSBA 理事の渡辺淳一と申します。普段はですね、劇版ですとか、まあ、いわゆるサントラもの、まあ、CM 音楽、まあ、いわゆるインストラクション系の、まあ、音楽をやって、活動してます。今回ですね、私が紹介するのが、コルグ MS20V という楽器になります。まあ、V コレクション9になってやっと実装されたというか、もう以前からずっと MS20 使ってきたんで、もうめちゃくちゃ食いつきました。やばいです。今回ですね、私の方で作ったプリセットに関しては、私自身が、まあ仕事で使えるような音を作りました。インダストリアルノイズと呼ばれている、結構もうダークで金属的な、でかつノイジーな、人に刺さるような音を今回作りました。ノイズミュージックを普段活動している身分なんで、まあ、それに対してもアーティスティックな意味でも使えるノイズで、あとは劇版でも使えるサウンドスケープ系のノイズをメインで作らせていただきました。今回の V コレ9で実装されたコルグ MS20V なんですけど、オリジナルの MS20 とは正直全く別物だと思うんですよ。今まで僕が触ってきてた MS20 よりもはるかに音の再現度というか自由度かながすごい高くて、今回の MS20V に関してはとにかくフィルターの発信と、シーケンサーがとにかく今回実装されたんで、それとのやっぱ兼ね合いというか、パッチングをどうやってこう持ってくるか、でかつその、どの出力をシーケンサーのどれにつなぐかということで、さらに MS20 の単体だけじゃなくて、いわゆるそのシーケンサーをアルペジエーター的に使ったりとか、あとはランダムに、パッチでランダムにこう走らすことができるんで、まあ、そういったところを結構駆使して音作ったりとかしましたね。はい。今回のその僕がやったその MS20 で、要するにそのシンセの音作りの幅が一気に広がったんですね。まあ、そういった意味だと、いわゆるそのダンスミュージックの最先端と言われているソフトシンセとほぼ同等の音作りが、かなり柔軟な音作りできたんですよ。往年の名機プロフェットとかミニとかを触りたい人はもちろんなんですけど、 V コレ9を使って全く新しい未知の音も作れたりするんですね。私自身も作ってて一番楽しかったですね。で特に、まあ、ちょっと僕が作ったその、プリセットに関しては、まあ、こういう音も出ちゃいますよどうですかっていうのが今回の私が作ったそのコンセプトだったんですね。なので、まあ、いろんなアプローチができるんで、とにかくいろんな音色を聞いてくださいって感じでございます。